今回は本因坊戦の第7局目1日目をやりたいと思います。はい、運命の大一番ですね。はい、史上最年少の、最年少本因坊になるか、本因坊10連覇となるかの大一番ですね。はい、握りまして芝野さんの先番となりました。はい、まあ、シーマゾンさんはね、こう下がりで打つことも多いですね。はい、で3-3ですね。はい、こちらから押さえまして、まあ、よく見るね定石となりましたね。まあ、こちらだとこのような、まあ、形も想定されますね。ここで飛ぶような打ち方も考えられたと思いますけど、はい、今回は噛み取って、でこのこれはおそらく主張が悪いんでしょうかね。ここに石があるのと一緒なんで、これは白がね、当たりますね。これ逃げられてしまいますので、はい、桂馬に外しました。はい、そうですね、大ゲーマーではここ飛びもね、黒模様を消してね、いいところに見えますよね。はい、まあ、今回は、まあ、打たせてからこうさばこうっていうことかもしれませんね。はい、で頭を出してって、はい、こすんで動いてきましたね。はい、そうですね、これでなんか例えばですけど平凡にこのように捨ててしまってね、こちらも大きいように感じるんですけど、これはね白も結構十分なので、これはここをね地にさせても白戦えるかもしれませんね。はい、なのでここは助けたいですね、黒も。はい、はい、ここで、まあ、継ぐのはちょっと重いと見たんでしょうね。はい、ここで軽く様子見ですね。はい、そうですね、この石がね、まあ、助けたいんですけど、まあ、当然助けるとねこう出てくるんでしょうね。この辺り白が死んでしまうと大変ですからね。はい、柔軟に、で黒も取りましたね。はい、まあ黒を取ってしまえば一応一応ね太らせて取ってるので、はい、まあ黒はそんなに悪くはないんじゃないかなっていう気もしますかね。はい、はい、でここで封じ手となりましたね。はい、まあ、この白はね、どのような形で生きるかっていうことですね。例えばここをね、こう打てばここに一眼あるんですね。はい、ここに先手一眼あるので、まあそうですね、まあ生きるだけだとね、ここの具合があるので、まあこれだと、まあ、例えばこういうような生きることだけはねできるんですけど、こう生きてるだけじゃ白はつまらないと思うんですよね。はい、ですから、まあ、このようにこう頑張ってね、ここまで効かして何かつけるとか、それとも抑え込んでここまで打ってですかね。これで生きこれも怪しいんですかね、このままだと。こういうところまで打って、なんか、攻めがどうとか、とかね。7まで頑張ることができるのか、ここでつけるのがいいとか、はい。っていうことになってきますかね。まあ、これも結構シンプルなような気がしますけど、まあ、どうなるかちょっと分かりにくいですね。
はい、この後の進行がどう読んでいくか。こちらだとね、ちょっと黒の目もこれ結構できやすいんでね、ちょっとここは打ちにくいですし、単に沿うとかもあるんでしょうかね。ただ、これでこっち受けると、これで今度下がりで打つことができるんでしょうかね。で、これ今度放り込んで取られますから、こうやって息ですね。こうやって完全な息ですね。これもまあ硬いっちゃ硬いんですかね。硬い打ち方ではあります。これだと黒も生かして打つかもしれませんね。はい、どちらの道を選ぶかっていう気がしますけど、これで十分と見れるかどうか。井山さんのことですからね、これちょっと妥協したかもしれない手なので、はい、このような形をね、ちょっと予想したいかなと思います。はい、ということで、明日も楽しみにしたいと思います。はい、それでは失礼します。